はい、兄貴です、はい、IWA アカデミーにて衝撃のものを発見しました。これは岩隈選手のグローブ、はい、岩隈投手のグローブ来た。実際使った。刺繍なんて入ってるんですか。刺繍メジャーのムトゥール、分からへん。ご家族のインディションですか。多分奥さんとか長女とか希望、はい、わすごい岩隈投手すげえ。希望っていうのは希望ラブトップで日本の東北の希望になる。ああすごい岩隈選手の。これ実際これメジャーのマウンドで使ってたっていう。そうですね。そしてメジャーのボールです。これメジャーのボール、はい、これうわ、メジャーリーグベースボールって書いてる。これメジャーの試合球持ってみる。おーあれおお年俸いくらですか僕今5ドル。どっちか取ったんやね。こっちか取った方がいい。値段もうちょっと。ああ、俺もうメジャー。今俺間違いなく延長で順にメジャーが出る。すごいすごい。これもメジャーリーガーの方々投げてるわけ。ねえ。このグローブをメジャーのマウンドで買った。なんかメジャーリーガーっぽいですもんね。風貌が。俺もでこれマイクピアスが受けたかもしれないですもんねこれね。古い痛い。あ、岩隈投手の。あら、あ、おお。これこの辺にワンバン放ったら多分すねに当たると思う。うわあ、危ねえ。今もう画面しか見てないですからね。これでも正直これスライダーと曲がる規制の、うん、メジャーの。チャンピオンになってから言うてる。取ってないよ。いやすっごいテンション上がった。嬉しい。すごいね。こうイメージでこうおー、いいですね。で、フォークのちょっとこの辺をナチュラルスピードで。ナチュラルスピードになってる。はいはいはい。フォークですけど、わっ最高の角度だね。え、ってこと逆取材されてますか。私のフォークが世界の施設でやばい所だったフォークはね。向井君、取ってアジア取っていただいて。何ですか。やばい所のフォークやばい。日頃どんな選手見てる。岩隈投手、岩隈選手、前健選手やばいやばい。前田岩隈投手見てるトレーダーさんに俺のフォークがやばいっつって撮影していただいてるんで。今兄貴、はい、まずマイナー契約から挑戦しましょう。よし、 1A から分からない。 1A で僕落ちて終わりやろ。そもそも高級怖いからね。高級怖い。確かにあれいい映像撮りました。高級になった瞬間にいきなり子猫になるっていうね。ライオンだったのに。嫌なんですけど、どうしようか。普通に言うとこっちが強いもんなんで、握る力が。ややこっち強めにしないとっていうイメージです。